30代の頃のロダーリ。1950年代、ジャンニ・ロダーリはイタリアの作家、ジャーナリスト、特に児童文学で有名。1970年には国際アンデルセン賞を受賞し、20世紀イタリアにおける最も重要な児童文学作家とみなされている。彼の作品は多くの言語に翻訳されている。ノバーラ県オメーニャで、 パン屋の息子として生まれる。父はジャンニが9歳の時に死亡。その後は母の記事バレーゼ県で育つ。17歳で教員免除を取得し、バレーゼの小学校で教鞭を取る。彼が興味を持ったのは音楽、そして文学であった。1939年に短期間だけミラノ大学へ通った。第二次大戦中は病神であったため徴兵を免れた。 親友の死や兄弟チェーザレがナチスの捕虜収容所に入れられたことを理由に1943年からレジスタンス運動を行い1944年にはイタリア共産党に加わった。チッポリーノを描いたロシアの決定後ろで敵意を剥き出しにしているのは宿敵トマトキシ1948年にサハの新聞エル・ウニタのジャーナリストとして児童文学を書き始める。 1951年に最初の本、イル・リブロデレ・フィリストローケイとチポリーノの冒険を観光。1952年に初のソ連訪問。その後は頻繁にソ連を訪れた。1953年に結婚し、4年後に娘が誕生した。1957年にはプロのジャーナリストとなる試験に合格。1970年には 国際アンデルセン賞を受賞した。1979年、ソ連旅行の後に健康を害して、執筆量を減らすが、1980年にローマにて手術中に死亡した。日本語訳されたもののみあげる。現代と日本語代名の対応は下記によった。ABCD、猫と共に去りぬ干末。ありがとうございます。